阿南学園高等学校は大阪府東大阪市に所在する私立高等学校。学校法人阿南学園が運営する。1937年開校の松陰東高等女学校を源流とする私立高等学校である。現校名の阿南は釈迦の十代弟子の一人である阿南にちなみ、教師と生徒が共に成長、進化していく教育の場を目指すとしている。 幸君は感謝の気持ちを忘れず相手の立場に立って考えられる。何事にも礼儀を守り社会に貢献する人間の育成。これに伴い上層教育やマナー教養にも力を入れている。マナー教養では小笠原流霊法1年間学び花くの起源に向けて勉強をしている。その他にも秘書検定3級の合格を目指し勉強に取り組んでいる。 歴史的には、松陰学園の初代校長を務めた伊賀小牧一郎が、松陰東学園を設立したという経緯があり、近隣には松陰中学校、高等学校があるが、現在では経営上、人事長の関係はない。長らく普通科のみであったが、2010年代より、普通科総合選択制への改変、普通科への再編や講師制の導入、衛生看護科、 調理科の設置といった組織の変化が多くなっている。また看護科においては、ナイチンゲール像囲みキャンドルを多き制しなど、本格的な看護学習生への育成に力を入れている普通科醸造コースでは、ワイン作りを中心に微生物学、発酵食品学などを学ぶことができる。看護科は5年一貫教育での看護使用性を実施する。 自校での5年一貫教育での看護師養成を行う高等学校看護科は大阪府では初めての設置であり、また府内唯一でもある。調理科は卒業時に調理師資格を取得できる大阪府科の私立高等学校で初の学科である。特別講師として普通科ミュージカルコースに大鳥蘭、調理科に手和彦らがいる。 バスケットボール部は全国高等学校総合体育大会で5度、全国高等学校バスケットボール選抜優勝、大会で3度優勝している。中学女子バスケットボール部は2005年に全国中学校バスケットボール大会で準優勝。バスケットボールこれら一連の事案を受け、文部科学省は同学園への処分に向け、 同学園に対し学校法人運営調査員を派遣する事態となった。ありがとうございます。